天国美術館は茨城県古賀市にある美術館である。天国の魅力を紹介する日本初で唯一の専門美術館として平成3年3月に開館した。建物は大正9年に建てられた商家の石倉を改修、利用している。天国は印象から発展したもので約500年前に中国で始まった。天書と呼ばれる二千数百年前の小文字を 軟質の石片や木片に刻み、朱色の印霊をつけて、紙に押印し、陰影を鑑賞する。書と彫刻が結合した、工芸美術としての側面が強い。常設展示は、古川の天国家、幾石家の作品を中心とし、他には、石井並び石、二世、中村蘭大などの著名な天国家の作品、及び、天国に用いられる風邸や、石印材などである。 多様な企画展も随時開催される。例えば、中国諸賀の収集家の肝臓院を展示した、林老安事要院展、著名な天国家の作品を集めた、そのだ古城展など、特定のテーマを扱った展示が行われた。他にも、第5回日本天国家協会役員展、第23回全日本天国連盟役員展のように、現在活躍している、天国家たち、また、 小賀市内小中学校生や全国高校生の天国作品展示も行われる。美術学習室に必要な用具、用材を準備してあり、手軽に天国を体験できる。原則として土曜日、日曜日仕日に開催。完全予約制。詳細は本美術館の公式サイトを参照。本美術館は古川の天国家、幾石家の作品を展示する施設として、 構想、開館し、天国の魅力を発信する拠点として発展してきた。幾石家の本名は、幾石茂、略歴は、以下の通り。本美術館の建物は、大正9年に建てられた商家の石倉を改修した、ものである。美術館の立つ町通りは、かつては、国庁と呼ばれ、江戸時代、古賀塾の頃から、多くの商家が軒を連ねていた。建物は通りに面した。 表像と中庭を挟んだ南側の裏倉から構成。表像は大谷一氏を用いた石像3階建て、瓦葺吹き、建築面積は29平方メートル。妻側に独特の衣装の開口部を設けている。内部は1階を本格的な洋間とし、3階部分は吹き抜けとして小屋組を見せる等の改修が施されている。裏倉は霧妻作り。 二階建ての石倉で、表像と合わせて改修され展示棟となっている。平成10年、天国美術館表像棟、天国美術館裏倉棟として、国の登録有形文化財に登録された。ありがとうございます。